皆さんこんばんは、広瀬優です。今回は久しぶりに女性雑誌の付録をご紹介したいと思います。最近ね、読むようになったんですよ。そう、なんかちょっと習慣づいてきましたね、雑誌を読むの。皆さんどうですか？雑誌って読みますか？これ読まないとなんか、流行が分かんないんですよね。最近の、20代で 何を着てるのかなとか、何が流行ってるのかなとか、そういうのを学んだりだとか、メイクだとか、まあ、ファッションももちろんそうなんですけど、そう結構勉強になりますよ。はい。で、まあ、内容はともかく今回は付録です。で、このハピネスというグループ、e ガールズのハピネスっていうグループの津田アンナちゃんとゆりのちゃんがね、表紙になってるミニの7月号の付録なんですけど、なんとじゃじゃん、皆さんビームスって見えるかな、ビームスっていう、ブランドご存知ですか？まあ、聞いたことありますよね。はい。で、ビームスの、必要なものだけしか入らない、軽量薄型ポシェット、しかも今この縦長がね、流行中なんですって。大ヒット中。かわいいですよね。そうこれね、肩にかけられるようになっているポシェット、よくない？いいですよね。ちょっと洒落ててかわいい。こう開けると、まずね、ここはカード入れなんですけど、6枚ぐらいかな、 1,2,3,4,5、6枚ぐらい入るカード入れだし、で、あとはこっち、ファスナーを開けると、ここは結構大事なものを入れるところ。例えば旅先だとパスポート、あとはお金ですよね、紙幣を入れたり、あとはコインを入れるところですね。お金やらパスポートみたいな大事なものを入れるところ、まあ何でもいいんですけどね。とか、あと裏面、ここが、クリアポケットになってるんですよ。で、ちゃんとね、スマホが入るようなサイズになってて、で、クリアポケットなのでちゃんとね、押せるんですよ、この上からスマホ。いいですよね。ちゃんとね、そういうところも考えてるのがね、クオリティ高いなと。ほんとね、つくづく思います。はい。で、ほら、この季節は例えば夏祭りありますね。あとは夏フェスとか、あとは、まあ、旅行の時とかね、これ1個さえあればいいんですよ。これだけ、これ持ってれば全然楽ちん。これだって、あとカラーがブラックなので、そう、男女兼用で使えるっていうのがいいと思ったんですよ。あ、でもな、男性がこの女性雑誌買うのは勇気いりますかね。勇気いりますね。そっか、それ忘れてたな。まあでも、あの、もし勇気がある方はぜひゲットしてみてください。で、またなんかいい、あの、付録あったらご紹介させていただきます。はい、じゃあ終わります。バイバーイ。